さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。私たちは元気です。元気です。さっと長かったですね。溜めましたね。うっと溜めたね。さあ早速ですがミシェルさん、はい、もしミシェルさんのお家を今から綺麗にリフォームしたい、はい、ということになったら、やっぱり信頼できる経験豊富な職人さんに頼みたいですよね。カカがいい人ね。職人さんいい人がいいですよね。やっぱりベテラン、うん、まあ若手でもいい人はいるけども、うん、ベテランに頼りたいね。そうですよね、うん、今回はそんなベテランの職人さんたちが地域に根ざしたリフォームを行っているこんな企業様です。現在日本が抱える課題には、空き家問題や地方衰退など住まい、そして生活に直結するさまざまな問題が存在している。それは家づくりに携わる住宅業界にとっても大きな課題であり、変革は常に求められている。そんな時代に地域に根ざした取り組みで信頼と実績を築き上げた男がここにいる。株式会社アビリティホーム代表取締役村井俊之。千葉市を拠点に住宅に関するプロフェッショナルで構成された株式会社アビリティホームでは、経験と技術を持った匠たちのもと、地域密着の事業を強みに、信頼とともに築いた実績のあるリフォーム事業を展開している。今回は村井俊之をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。まずはじめにアビリティホーム様の業務内容を教えてください。はいはい、私どもはですね、戸建て住宅とマンションで建築等にですね関わるリフォームをメインにやってる会社なんですね。で創業27年目なんですけど、基本的に地域密着ということを一番考えてですね、はい、初めてのお客さんから今までですね約1万件の工事をさせていただいてます。1万件、はい、当社はですねまず営業から設計、施工、引き渡し、メンテナンス、すべて創業時から自社でやってます。はい、一貫してできるっていうね、はい、ことですけど、どちらの方で。千葉、千葉のですね、はい、若葉区のですね、はい、津賀って駅あるんですが、ありますね、そこから徒歩4分のところでやってます。あ、そうですか、はい、あら、今日実際にリフォームの実例の、はい、お写真をお見せくださるんですよね、はいはいはい、早速よろしいですか、はい、じゃまずこちらのお部屋が、これはビフォーの、ビフォーか、そうですね、はい、うんうん、リフォームする前ですよね、はい、あそこからあれか、こうなっちゃう、もう明るさも内観もうわ全てが変わるっていうね。同じ部屋なんですね。まあこういうふうにして喜ばせていただけると、本当に生まれ変わりますね。こちらは、こういうのなんて言うんだっけ、今流行りの対面キッチンですか。対面キッチン、はい、これ十分綺麗ですけどビフォーなんですか。え、ああ、はい、あ、なるほど、 もうあれは今そのままもう出来上がってんだと思ったんですが、これがこういうふうになったんだ。対面キッチンがこうなったんだ。え、棚にしちゃったっていうことですか。はい、ああ、そうか、すっごく有効活用してますよね。素敵、おしゃれだよね。さらにアビリティホームは地域密着に根ざしたところが強みだが、なぜその点に着手したのか、その理由について話を聞いた。アビリティホームさんは、はい、先ほども地域密着っていう言葉がありましたけど、はいはい、やはりそこにこだわっていらっしゃるんですね。はい、こだわったことが理由があるんですね、うん、実は私この会社を作ろうと思って作ったわけじゃないんですね。あ、そうなんですか。ね、実はこの会社を作る前に、うん、13年ほどですね同じ業界の別の会社にいたんですね。あ、その時にね学んだことが、リフォームって分かりづらいんですよね。だから市場に言うとクレーム産業なんですね。クレームですね。はいはいはい、あ、そうですか、はい、で思ってたのと違う。そうですね、でまずそれを直すには範囲を狭くすれば目が届きますよね。あ、はい、
広い範囲にやると目が届かなくなるから当然クレームになりやすいと、ということでまず地域を絞ろうと。それとあの創業時の会社なんで、当然無名ですので広範囲で1位になることはないできないんで、でも小さな会社でもその地区で1位になることはできますよね。それで有名になりますよね。ですから創業して20年間は徹底して千葉市と四街道市だけやってました。はい、もう決め打ちですね。はい、そうですね。そこだっつって、はい、まずそこを幸せにするみたいな。はい、今のメインのターゲットってどの層になるんですか？ただ私どもの会社っていうのは年齢的ターゲットって少ないんですよね。やはり今現実言いますと、私ども売上の 50% 以上は以前やっていただいたお客さんなんですね。あ、リピーターの方だ。はいはい、あらね、ですから今はここ7年ほどはですね、地域を広げてます。例えばですね、今千葉と四街道だけじゃなくて八幡だとか東金とか桜とか、ですね、また習志野とか、市原とか、当然創業時よりはですね人も多くなってますし、当然社員一人一人もですね、長く年数やってますから、まあ多少賢くなってますので広げてる最中だということですね。はい、そうですね。はい、なるほどね。続いてはアビリティホームでは施工を行う職人たちにもある特徴があるという。他社にはないその特徴について話を聞いた。職人さんがあるものを持ってる、はい、そうですね、はい、実は私40年前にこの仕事をやった時に、私営業っていう仕事をやってたんでね、営業ですから一生懸命ね仕事して仕事を見つけてくるわけですね。で我々はそれをね職人さんにやってもらうんですけど、何しろこの業界って面白い業界で、通常お金いただくと頭下げますよね。そうですね、普通ですよね。はい、普通なんですが、建設業って普通じゃないんですね。まず挨拶できないことが非常に多いんですね。はい、なぜかというと俺の腕はいいんだから黙ってろと。よく言う職人気質というか、そうですね、それが職人気質と得られるんですが、でも現実ですね、やはりお客さんはね大切なお金をかけて家を直したりいろんなことをするわけなんですね。当然それに対してね報酬をいただく以上は挨拶することが当たり前なんですね。私がそう言えと言ってもなかなかできないんで、実はあるお客さんからヒントをいただいてですね、今は職人一人一人にですね名刺を持たせてます。へえ、はい、普通職人さんはこっちが名刺だからね、名刺があるんだからね、でも名刺持たせますとね、どんな人でも渡しますので、それには挨拶しないと名刺は渡せませんので、基本的に今はほとんど挨拶すると思います。なるほどね、無言でほらっていうわけがねもんね、はい、よろしくっていうね、はい、確かに職人さんから名刺もらったことないですよね、はい、名刺交換したことないですね、はい、そうですね、なかなかないと思います、はい、難しいよね。でもそうやって職人さんをコントロールしていく、マネジメントしていくっていうのは、なかなかね現実はね、はい、ただ私ども職員をですね外注比率を市場に下げてるんで、自社施工を多くしてるんですね。例えばですね、大工さんにしてもですね、当社専属の大工もいれば社員の大工もいればですね、でうちの場合はほとんどの業種の職人がですね当社でしか食べてません。ですから他社の仕事やってないんですね。なるほど。よく建設リフォームというと下請けの社会ですから、例えば当社の仕事もやり他社の仕事もやる方が多いんですね。でもうちの場合はですねほとんどの業種が1年間当社で食べてるんですね。はい、それは働く環境としてとっても素晴らしいことですよね。そうですね。ただし大変なんですよね。1年間ですね毎日仕事があるわけじゃありませんので、我々も相当工夫、そういった工夫してですね仕事をですねお客さんがいただかなければですね、多くの職人のねやっぱり遊ばせてしまうんで、やっぱり彼らの生活を支えていかなくちゃないんでね、それはいろいろと工夫したりですね、その点ではね今までやらせて工事をさせていただいたお客さんには感謝しています。育成から何から、だって職人さんだって大体続いていかなきゃいけないですもんね。そうですね、年になったら今度若手が出てきてもらわなきゃいけないけども、はいはい、そういう自然な育成もされてるんですか。そうですね、なかなかうまくいかないんですけどね、ただやっぱり職人の社会っていうのは
親から子につなぐ社会なんで、基本的にですね、そういうことが多いですね、基本的にね、はい、であとは私ども毎年毎年ですね、若い子ですね、職人として採用してますので、基本的にですね、それを一つ一つ教えていくという形なんですね。本来はそこの会社のところで全部仕事を全うできるっていうのは嬉しいことだよ ね、 そうですね、あっちでこっち、ちょっとこっちでかじって、ちょっとよりもね、この忠誠心、忠誠心だとか働きがいだとか、そういうの芽生えるよ ね、 ね、生きがいだとかね、はい、続いては私たち消費者が家を建てる際にどのような点に注意するべきなのか、住宅のプロフェッショナルである村井に詳しく話を聞いた。随分長くこうこの仕事をやらせていただいて、時代とともに随分変わってるんですけど、私は営業やっておりますので、1年に、ね、数千件のお客さんと会うんですけどね、で自分でも大体1年に大体300件ぐらいの工事やってるんですけど、今現在ですか、はい、はい、うわーやられてんだよ、失礼なんですね、このお客さんなんで工事やるんだろうとお客さんもいるんですね、何もポリシーがなく考えてると、あ、ね、基本的にね、工事っていうのは、まあ、工事によって違いますけども、1万2万でできる工事は少ないんですね、やっぱり何百万、ね、何千万とお金かかるわけですね、やっぱりその時にまずお客さん失敗しないのは自分で何をやりたいかというしっかりしたポリシーを持つことだと思うんですね、基本ですね、まずそのポリシーに合った会社を探すことなんですね。ですからよく私のお客さんに言うんですけど、じゃあその会社今はね、大体3社か4社が見積もり相見積もりになりますので、で失礼ですけどご主人さん奥さん、その会社見たことありますかって聞くんですね、でないってお客さん多いんですね、本当ですか、はい、それだけの大きなことをやるのに、そうですね、これが今ね一番悪いことじゃないですかね、やっぱりそれなりにお金かけるならそれなりに勉強すべきですよね、あ、はい、それこそネットだけになっちゃうとか、はい、こういうしてあるんでしょうね、で私どもの会社はショールームを持ってるんですね、自社ショールームですね、2棟あるんですけど、それを作った意味がそこなんでね、ショールーム来ていただくとショールームの中に建物が建ててありますので、あと大体屋根のこと、壁のこと、床のこと、あと水回りのことですね、あと細々のことはですね、大体分かるように作らせていただいてるんですね、現物が見れるし説明も聞けるし、そうですね、はい、その中で選択していただくのが一番分かりやすいんじゃないかと思うんですね、お客さんの割合って言いますと、はい、新規の方、はい、リピーターの方ってどれぐらいなんですか、はいはい、大体半々ぐらいです、はい、で私ども市場に目がなって点がありましてね、まあ創業27年なんですけど、一番多く工事やってくださったの回数は18回、一人の、はい、はい、こうしたいああしたい、そうですね、ですから今年は例えばですね、はい、台所直したと、また2年後に塗装させていただいたとか、でまた1年後にですねお風呂直させていただいたとか、まあ、そういうお客さんが非常に多いです。一回信頼関係ができたら、はい、それは強固なものになるんですね。そうですね、ですからまあ失礼ですけど、うん、家族と一緒になるもんですよね、うん、はい、そうなりますよね、はい、ですからうちも1年にですね一回ボウリング大会やったりですね、ゴルフ大会やったりですね、やっぱりお客さんとですね、一緒の接点を持つ機会を多くしてるんですね、やっぱりそこだとやっぱり仕事だけではね、なかなか接点ってないんで、まあ、そうするとねやっぱりまたお客さんの方からね、いろんな教えていただくことたくさんあるんでね、基本的にですね、まあ、そういうふうに仕事以外のことで接点を持っています。社長が先ほど言われたその地域を絞ってやったっていうことに対して今広げられてるんだけども、そこがやっぱりそういう気持ちにもさせてくれるよね。そうですよね。でその家族の子供が一人増えましたとか、おじいちゃんが今度一緒に住むようになりましたとか、おばあちゃんがね、全部変わってきますもんね。そうですね。そこに全部携わられてこられてるから、で未だに現場でやられてるんだから、そういうことか。ですからね、あ、まあ先ほど以前工事やられていた時にはね、子供さんがね小学校でね、でそのね娘さんが結婚してね、うん、今お母さんとこの間お会いしましたけどね、そのタグって結構多いです、さっき言って、はい、はい、そうですね、やっぱりこれ27年やってると当然そういう結果になっていくわけですよね、はい、ということで今回は実際にアビリティホームを利用したお客様にも話を聞かせてもらった。
やっぱりインターネットでたくさんリフォームの会社さん見たり、見積もりも実際何社かにはお願いしたんですけれども、一番の理由はまずは店舗に来てくださいっていうことで、まあ、こちらに直接来て、わ立派な店舗があるなっていうことで、やっぱりきちんと店舗がある方が安心かなっていうのが一つと、あとその時に対応してくださったのが社長さんだったんですけれども、あ面白い社長さんで、まあとにかく任せてくださいという感じで、ただいろいろ要望を出したんですけれども、できないところはできないってすごく言ってくれるんですね。この予算ではここまでしかできないとか、ここまでランクを落とせばこれは入れられるよとか、すごく提案をしてくださったので、あなんか信頼できそうだなと思って、まあ信頼ですね、信頼で頼みました。まあどこまで進んでいるとか今後の予定とかですね、あとまあこちらから要望をその都度伝えたりしてですね、非常にコミュニケーションを取りながらやっていただいたり、あとは行った時にその職人さんがいなくても違う職人さんがいたり、例えばクロスの職人さんがいたりすると、前の職人がこういうことを言ってたのでここはこうしましたとか、あと伝言もきちんとしていって、いつ行っても連絡伝言のミスがないっていうか、お願いしたことがきちんと伝わってるっていうような感じでした。引っ越す時にはですね、初めて子供に見せた時には新築だよっていうふうに言ったら、さすがに高校生の娘は信じなかったんですけど、小学生の息子とかは新築だ新築だって言って、まあ、そのぐらいもう完璧に綺麗にできて、まあ、120% ですねの出来だったと思います。はい、10年後20年後もそうですし、小さなちょっと気がついたところとかの小さな工事とかもできればその都度お願いしていきたいなって思ってます。ここでアビリティホームのショールームを実際に案内してもらうことに。例えばこういった玄関の作りとか、こういうかまちっていうんですけど、これもリフォームできますし、床の張り方、床の種類とか光沢とか実際に貼って、この今回はこの色がいいですか、この色がいいですかってお客様に聞いてあげると、こんなちっちゃい色見本で選ぶより多分お客様が分かりやすいんで、そういったところをメインに作ってます。であと、まあ、一番面白いのはこのエコカラットっていう、まあ、見た目はなんとなく玄関をおしゃれにしているように見えるんですけど、これタイルなんですけど、これで匂いと、湿度のコントロール全部やってくれるんですね。だから例えばお水を霧吹きでこれだけ吹きかけても、もう触っていただくと乾いてる。でこのスピードで匂いの吸収もしますし、コントロールもする。で湿気が足りなくなると、今度この中に入ってる湿気が外に出てくるようになってるんで、そういったもののご提案ですとか付帯価値というのをまたお客様の方にご説明をさせていただきやすいかなと。これは自動ドアなんですね。これはバリアフリー商品で、車椅子の方がお家にいらっしゃる、ご家族にいらっしゃると、車椅子が例えば向こうからこっちの辺入ってきます。で、そのお客様がこの扉を閉めるとなると、くるりんと回って手で閉めないとこの扉閉まらないんです。だからもうスルーしていただくと自動で閉まる自動ドアっていうのを、まあ、つけてはいます。で、まあ、通常の商店がつけるような自動ドアに比べてかなり開くペースもゆっくりですし、まあ何かあってもすぐ真ん中に挟まれても開くようにはできてるんで、まあ、そういった部分もバリアフリー設計の中にご家族の構成をお聞きした上でご説明したりもします。ここは、まあ、床の張り方もそうなんですけど、この下に床断熱っていう施工をしてあるんですね。で、この下には、床材がただ単に違うだけじゃないかと思うんですけど、これは実は木の板に見せかけた、表面をシールに近いもので仕上げている床材なんです。でこういう床材のメリットっていうのは、傷がつきにくい、でお掃除が不要、まあ、いわゆるこう床モップみたいなやつでウェットシートみたいなやつで拭いてもらえれば簡単にお手入れできますよっていう素材です。で片やこっちは、無垢の、要するに木の天然の木で作った床なんですね。でそうすると、まあ、これになんでこういうふうにしてあるかっていうと、
暖房を入れてない状態で、これを裸足で踏み比べていただくと、明らかに体感温度が違うんですね。でそういったことを体験していただくと、であるいはこっちの床で仕上げる場合はお手入れは楽なんですけど、欠点としてはやっぱ冬場冷たいんですね。ですので、この中にその暖房システムが入ってて、まあ、こういうふうに仕上げるとより暖かいですよっていう話をさせていただいてます。ここからが屋根コーナーになります。で、通常屋根の説明をするときにお客様のご自宅に上がって一緒に屋根に上がるわけいかないんで、ここで、まあ、いろんな屋根の材料ですとか、屋根の工事の仕方とか、含めてご説明させていただいてます。でちなみに、まあ、こう屋根瓦の種類ですとか、あるいは、今こういう屋根だったところに、まあ、こういう、リフォームの仕方をしますよとか、そういったものを全部ここでご説明できるように、でなおかつお客様も自分が安全で建てる場所で触って体感していただいて、あこういうふうになるのねということをご理解いただくようにはしてあります。正直なところリフォームってお金を同じ工事をするにしても使う材料、使う、まあ例えば水回りだったら、どのお風呂を入れるかキッチンを入れるかによってお値段って果てしなく上がっていくんです。もうキッチンだけやってくださいって言って100万で済む場合もありますし、キッチンだけやったのに300万以上かかりましたっていうケースも多々あります。で、自分らはやっぱり一番心がけてるのはお客様がどこを望まれてるか、でそこの、望まれてるお客様に対してどういうふうにさらにうちの方のご提案をさせていただければ、より満足していただけるか、でやっぱりご満足していただいて初めてまた次もっていうお話になるんで、一番心がけてるとすればやっぱりお客様の満足度を高いポイントにどこまで持っていけるかっていうところだと思います。うちの方はご存じの通りアビホ君っていうキャラクターがいますので、お客様が多いエリアにはお祭りですとか言うとのこのこ出かけてって無理やりこのアビホ温度っていうのがあるんでそれをかけてくれと踊らせてくれと言いながら、まあお子さんたちが喜ぶんで お孫さんとかそういうふうに触れ合いをやったり、あとはもう年に何回かうちの方で、イベントをやるときに、まあもう本当に来られるお客さんにお客さん同士のネットワークを生かして新鮮なお野菜をつかみ取りで持ってっていただくとか、ゴールデンウィークちょい前ぐらいになると苗とかお花の苗とかお野菜の苗とか種とかそういったものをもうほとんど仕入れた値段そのままでお客様にご提案させていただいたり、はさせてもらってますね。改めてなんですけれども、はい、企業理念というのも教えていただけますか。特別ないんですけど、ただいつも自分たち社員にはいつも言うことはですね、感謝をしろということですね、はい、27年という長い間に、ね、こう仕事をさせていただいた、また今後も続けていく中でね、まあ、一つはね、私も千葉県人なんでね、うちの会社に来ていただくと分かるんですが、ショールームの真ん中にですね牧野木が立ってるんですね。樹齢400年ショールームの真ん中に、はい、牧野木を飾ってあるんですね。こんなですか、はい、樹齢400年だそうです。でご存知だと思うんですが、牧野木は千葉県の県木ですよね。そうですね、はい、はい、ですから私はね、まあ、千葉県に住んでる千葉県の方ばかりじゃないんですけど、やっぱり千葉県人という誇りとね、千葉県に住んでいるありがたみを感じようと、それで当社のですね、ショールームの中にセンターに牧野木を立てて飾っております。今度来ていただくと非常に分かりやすいと思うんですが、はい、常に感謝の気持ちを忘れず人々に喜びを与える村井利幸、そんな男が掲げる今後の展望とは。そうですね、まだはっきりしないんですけど、あるところにですね、牧野に、店舗を出す予定です。
はい、あ、そうですか、はい、ショールームをまた。そうですね、はい、まあ、あのうちには20代の子が3人いるんで、当然この子たちも将来伸ばしていかない将来なんでですね、ただ今すぐね別の仕事はできないんで、まずこのショールームでいろんなことを展開しながらですね、このリフォームっていうのは全て伸びるわけじゃないんで、やっぱり何かの事業と組み合わせていかなきゃ伸びないと思うんでね、まあ、そういうことをできる会社にしようかなと思ってます。では、代表がいつも胸に刻んでいる言葉がありましたら教えてください、はい、言うと笑われちゃうんですけどね、私67なんですけど、67まで生きてると思わなかったんで、ただ今はもうほとんど人生得してるなと思うだけです。へえ、はいはい、私兄貴がいるんですけど、はい、亡くなってしまいましたし、いとこたちもたくさんいたんですけど、はい、まあ、今は生きてる方のいとこの方が少ないんでいとこっても私より下なんですけどね、そういう面ではね、まあ、ご元気でいられるってことはね、非常にありがたいことじゃないかなと思うんですね、いや本当に、ね、素晴らしいね、まあ、いつまでもそのバイタリティ豊かに、ね、はい、街を明るくしていただけるんじゃないかなと思って、今後のご発展を、はい、記念しております、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。